テオフィル・デロールは、フランスの画家、陶芸家である、パリで生まれた。エミール・デロールなど多くの昆虫学者を輩出し、パリで、生物標本を販売する店を経営した一族の出身であった。はじめ建築家を志し、エコール・デ・ボザールで建築を学んだ。建築家のエミール・ボードル・メールのスタジオで、働き始めたが、同い年で、ブルターニュの出身の画家アルフレッド・ギューと知り合った。 二人は親友になり、デロールは絵を学ぶために建築の修行を止めた。絵画はアレクサンドル・カバネルやウィリアム・アドルフ・ボグローから学んだ。1863年に博物学者の家系であることが見込まれて、地理学会が講演するアルメニアやジョージアの博物学的探検に博物画家として参加した。これらの国の遺跡を訪れ、 トルコ東部から南コーカサスに住むラズ人に興味を持ち、彼らから信用を得て、彼らの習俗を研究した。この探検の成果として、多くの図版を描き、詳細な説明を残し、フランス帰国後の1869年から数年に、わたって雑誌、レツアージュモンド、ヌーボージャーナルデボイジーズに記事を掲載した。1871年に、アルフレット牛と共にパリから、 牛の故郷のブルターニュの港町、コンカルノーの移ることに決めた。コンカルノーに移った翌年、牛の妹と結婚した、ブルターニュの人々を描いた。コンカルノーには、その後、多くの芸術家が集まった場所となった。カンペールの陶器工場の食器のデザインも行い、日本趣味の食器をデザインした。東方旅行機のズハンフエナンのパルドン祭りペタンクの選手、ありがとうございます。